はい、それでは今日も読書日をしていいいきたいと思います今日は小説で「30光年の星たち」という宮本本さんという方の本になりますで、えーとまあ、小説なんで細かい内容は控えますけども、えーまあ、概要としてはですね主人公が、まあ、もちろんいましてその主人公が、まあ、ある老人のお金貸し、まあ、金貸しっていうとイメージは悪いんですけども、まあ、お金を持っている老人から、えー、とお金を借りていると。 でまあ、そのお金をまあなかなか返すことができないうちに、まあ、ひょんなことからその老人の付き人みたいなことをまあさせられることになると。で、まあ、そういう中でまあその老人が行く先々でまで出会う人々であったりとかもともと主人公の周りにいた人々っていうのがいろいろな人間模様をまあ工作させながら。 主人公が成長していいくという内容になっていますで、えー、と、まあ結構個性のあって、まあ、それぞれ努力をしている、まあ、主人公の周りのキャラクターたちがですね、まあ、あのなかなかいい味を出しつつ、まあ、主人公がこうどこか、うんまあ、憎めないキャラクター設定になっているので、まあ、その主人公が。 こうなんていうのかな不器用ながら成長していく過程っていうのを、えー、まあ自分に投影しながら読んだ本だったような気がします。まああのー、そうですね結論なんかこうはっきり決まった結論が最後に出るというよりは、まあ、読み終わった後の印象としてはんとすっきりはしないんだけれども何かこう心に、えー 感じるものが残るようなタイプの小説だったなというふうに思います。あの、あんまり小説がま小説を読まないんでまあ、ちょっとレビューがぼやっとしてます。けれどもまあ、内容にもなかなかちょっと触れづらいんでまあ、今日はこの辺りにしようと思います。はい、今日は以上です。